さあ他いかがでしょうか。何ですか、横島よく分かりませんけど、じゃあちょっとどうぞ横島って、あの太郎さんよくこういうあの会で横島の服を着てる人ってよく当てるので、これやったら当ててもらえるかなと思って。ああ作戦です。ああ、はい、ちょっと待って、作戦というよりも横し、あの、まあ、ボーダーの服着てる人に対して、じゃあ横島なあなたっていうふうに言ったりするんですね。そうですね、はい、それは分かってますよ。いやで横島の服着てないのに横島って紙に書いて出してきてたんですよ。な、地名のことかなとか思いながら。はい、はい、そうじゃないです、はい、なるほど。あの先にうるさい人潰しちゃっていいですか。もう ごめんなさいね。ありがとうございます。もうさっき喋って、もう、はい、どうぞ。党本部にも連絡取って代表に手紙をしたためて直接渡してくださいと言われました。で、これは令和さんの政策に合うと思う私が20年温めてアップロードした政策でメモにも残してません。でこの皆様に誓って代表を読んでもらえますか。ありがとうございます、読ませていただきます。ありがとうございます。で握手して、分厚っ、現金入ってませんこれ。13枚便箋書いちゃったんで、はい、ただ僕手が障害が7個あって触れちゃうんで、誤字脱字とかあるんだけど。あ、問題ないです、ごめんね。はい、全然問題ないです。で、はい、握手した写真を娘が撮ってもいいですか、はい、これ渡してるとこですか。どうぞ、もうお願いします。ありがとうございます。受け取りましたよ。ペロリン Q から知ってますよ。ありがとうございます。さっきからメロリン Q っていうワードがね、なんかメロリン Q っていう響きがあって、何のことやらさっぱりわからんって方いらっしゃるかもしれないですけど、山本太郎現在49歳なんですね。で、16歳の時に芸能界でデビューしたんです。で、そのデビューした時の、あだ名といいますか、ニックネームがメロリン Q っていう名前だったから、そのような、呼び名で呼んでくれてると。ちなみにそれ出しましょうか。ありがとうございます。一応このような、一応ですね、まだお昼間の時間帯なので、皆さんのね、お目目を汚しちゃいけませんので、一応モザイクかけましたけれども、まあ、このような前衛芸術をやっていたという時代ですね。はい。というわけで、グラビアアイドル時代の紹介をしました。すいません。というわけで、メロリン Q って何なんだっていうことを、ちょっと疑問に思ったまま進むとですね、気になってしょうがないって方もいらっしゃったらいけないので、そのようなお話です。手紙は預かりました。読ませていただきます。必ず。わかりましたよ。大丈夫です。令和が与党になるための秘策がある。わかりました、ま、大丈夫ですよ。もう30秒上回ってますけど大丈夫ですか。ありがとうございます。非常に熱意ある方、大丈夫ですよ。もう、はい、読みますから。ありがとうございます。はい、あのね、娘さんが非常にお父さんのこのエネルギーをどう収めようかということでですね、大丈夫ですよ、預かりました。ありがとうございます。じゃあ次の方どうぞ。いかがでしょうか。安倍晋三事務所の近所に住んでいたから言いますが、そこで怪しい船を何度も見ました。あいつらの資金源は多分北朝鮮の覚醒剤です。統一教会の資産をちゃんと凍結して、金の流れをちゃんとチェックして、麻薬資金は没収してください。で、寄付を受け入れた、分かって麻薬資金と分かってて寄付を受け入れた人についてはきちんと逮捕してください。お願いします。ありがとうございます。もうそれ警察に情報提供してください。安倍さんの事務所の近くに何ですか、船がついてそこから薬物を運ぶって、それ漁船で来てるんですか。まあ、何で来てるか分かりませんけれども、まあ、何かしらのそういうマネーが動いてるんじゃないかというご懸念を持たれてる方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おらちゃん、中卒だ。マイクをもうちょっと近づけてもらえます。はいはい、中卒だから、ちょっと詳しいことは分からないんだ。タオちゃんもそうだべ。なんか同じ中卒です。嬉しいな。でな、ちょっと歌いいか。どうぞどうぞ。 あと40秒しかないですけど、歌ってくださいよ。さんの安倍さんの歌、言っときますけど、あそこの、隣の山口の安倍さんの歌じゃねえよ。長崎の歌、長崎の安倍さんの歌。すいません。新しいですね。
ドレミファソラシドからアベマリアに流れていったっていう。しかもあのこれはあの質問されている方々のお顔は映らないんですけれども、まあ、今のは口笛ではあるんですけれども、指一本加えた口笛なんですね。指笛と口笛の間ぐらい。ありがとうございます。本当になんかこう心現れました。忘れてたものを思い出しました。さあ次の方どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあモノマネで聞きます。岸田文雄でございます。はい、山本太郎さんが私の代わりに総理になった場合、私の優れた部分はどこですか。あのモノマネに集中していただいたばかりにちょっと最後の方聞き取りづらくて、岸田さんをちょっと外した形でちょっとごめんなさい。今総理が何と言われたか、じゃ あの総理の補佐官の方からお願いします。はい、補佐官が、言います、総理になった場合山本さんがですね、はい、どのような総理よりも優れた部分はどこなのか、を教えてください。ありがとうございます。やっぱ検討する力ですかね。検討します、考えますってね、ずっと引っ張ってもうその内容腐ってますよみたいなね、まあ、そういうことはしたくないってことです。圧倒的に今何をやらなきゃいけないかってことの優先順位が彼とは真逆だと思うんですよ。彼はおそらく今自民党をずっと大事にしてきた人たち、これまでつながりがあった人たちをさらに儲けさせるってことを主軸に置きたいと思うんですね。でもそれはもうこれまで十分やってきたし、トリクルダウンは起こらないんだってことはもうはっきりしたわけだから、今は直接的に皆さんに使えるお金増やして景気を良くして日本の経済を上向かしていく、中小企業っていうものが最も元気になるっていうようなことをやっていかなきゃいけないっていう、だから彼が考えてることとは多分対極にあると思いますね。で、優れてるところはどこですか。この30年以上の日本の、経済災害で大打撃を受けているっていうものに対しての処方箋が何が必要かってことを理解してるってことだと思います。そこがあの人と違うところ。はい、ありがとうございます。すいません、セルフラジーについてどう思われますか。セルフなんですか、ごめんなさい。スーパーとかで買い物した時のセルフレジについてどう思われますか。セルフレジめんどくさい。絶対店員さんいるとこ並ぶ、その方が雇用も継続できるし、その方がいいんちゃうと思います。でレジしてる人座ってもいいよと思います。タコスキットさんの素顔知ってますか。もうマニアックすぎて分かんないって方いらっしゃると思うんですね。ごめんなさいね。タコスキットさんって方はですね、おそらく福岡の太宰府かな、太宰府で地方議員をやられてる、地方議会議員をやられてる方なんですけど、令和に入ってくださるということなんですよね。素顔、その方マスク、要はプロレスラーの方なのでマスクを被られてるんですね。で素顔を見たことあるかってことですけど、ないです。はい、一緒に生活してないとなかなか難しいでしょうね。ありがとうございます。他いかがでしょうか。